24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34枚。ハサミ。
明日おじいちゃんと食べよう。おじいちゃん、おじいちゃん、どこ？今から茹でるけどね、明日準備しちゃうから、ちょっと来てね。あ、朝か、起きれないし。あ、朝じゃないか。ちまき作ったけん、これが上手にできたやつだけん食べようで。いしだきん。うん。これなんかいな。それ、いぐさだわ。うん。今、冷凍したけんね、冷凍しとったけんね。うん。沸騰しとるけん、この中入れて。よいしょ。10分間10分間、7分、7分、8分くらい、さくらんぼでも食べながら待ちましょう。雨が降りそう。ん？だいぶ暑いだ。暑いわ。中は分からんけど、こんばんは。暑い。え、分からん、おじいちゃん、触ってみて。暑い、まあまあ。もういいの？中はなんか硬そうだね。もういいわ。開けてみる？よし、とろけちょう。とろけちょうだった。多分7分ぐらい経ったんじゃない？ちょっとおじいちゃんのこの中入れとくね。まあいいわ。ほんと。よし、じゃあ食べるか。火止めるね。うん。この中入れよう。出すよ。いい色だね。ん？ん？いい色。お、いい色。よいしょ。はい。あちちち、もう夏で。うん。できた。もう一本なかったかいな。何本あった？え、あと20、19、18。あっつ、あっつ。あっつだよね。あっつ。熱っ、熱っ、熱っ、熱っ。よいしょ。おー、どげな。あ、いい感じじゃん。ちゃんと剥がれたね。うん。おー、おー、すごいすごい、くっつかずに早っ。あ、あ、大丈夫？おじいちゃん、歯が、歯が取れた。おじいちゃん、入れ歯取れた。ちょっと大丈夫？緊急事態。大丈夫？おじいちゃん。大丈夫？歯曲がるか。歯折った。おー。うまい？うん。本当？早っ。もうなくなった。今から私食べるけど。美味しかった。まだあったか。うん、まだあるよ。本当だ。いただきます。じゃあ、うん、
おいしい。笹の香りがして美味しい、美味しいです。おじいちゃんはこの笹巻きが大好きだけん、まだまだ食べたいらしくて今から取ってくるらしい。冷蔵庫にあるんだけどね。ごちそうさまでした。美味しかったです。第2弾はまたお家に帰っておばあちゃんも一緒に食べようと思います。動画はここで終わりです。これは島根の東部地方の作り方なんですけど、まあ、場所によって全然笹巻きの地巻きの作り方、三角だったりかんざし巻きだったりなんかいろいろあるんですけど、こっちの地方のやり方なのでなんか面白いのでよかったら真似してみてください。作り方の詳しい動画をまた出そうと思うのでそちらもぜひ見てください。ということでまたねー。